本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 比嘉と大きな和村村長のネッタちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。番組へのメッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。この放送は収録となってますので、すぐにメッセージへの対応はできませんのでご了承ください。はい、そしてこの番組は NC 比嘉さんが質問状を送って返信していただいた方のみ視点できるラジオでございます。質問の内容は人生の理念、活動、失敗談、ターニングポイント、現在の活動、見せる未来、フェイバリットワードでございます。4日目はフェイバリットソングワードでございます。それでは NC 比嘉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日最後ですね。今週は、株式会社デイゴ代表取締役であります、はい、メカル慎吾さんにお越しいただいていま す, います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうだいぶもう今余裕じゃないですか。はい、まあ、ハイパフォーマンス。ありがとうございます、はい、また本日もいろいろお話を伺いたいのでよろしくお願いします、はい、で、まあ、初日にですね、3つのポイントというところで、まあ、育成、はい、情熱、愛というところですね、挙げました。でそこでラベリングをさせていただいた中で、はい、ロード・オブ・ザ・デイゴ、もう3日間ですね。本当に聞いてきた中で、まあ、少しずつ見えてきたのかなというところを分かる方もいらっしゃるのかなと思います、はい、で前回、聞いた現在の活動、昨日ですねの中では、まあ、現在ですね、デイゴラグビースクール、それを中心に運営していて、まあ、それが2018年4月から、はい、設立されています。その中では保育所だとか小学校、あと、はい、名護高校とかですね、あとはですね、この本土のいろいろ大学とかですね、そういった団体でいろいろなコーチ活動を広くやられていると。でその中で、今現在やっているデイゴラグビースクールでは、はい、まずどういう人間を育てたいんですか、そういったところをいろいろお聞きしました、はい。まあ、端的に言うとですね、本当にリーダー作り、それが肝ですというお話でした。その中では、まあ、方針として人間的成長と競技力向上というところがありますので、逆境を乗り越える強さだとか、人に対して差し伸べる優しさ、とにかく自分で問題解決する、そういったところですね、部分、逃げないというところですね。あとは競技力というところではもう単純に、そのトレーニングとかですね、あとは勝敗に対する向き合い方、まあ、そういったところをものすごく指導方針としてはやっています。その中で、まあ、日本一を名護から出していく、そういった思いがあるというお話でした、はい。で今回ですね、4日目最終日なんですが、はい、まずフェイバリットソングの部分でちょっとお聞きしたいなというふうに思っています。実は、はい、ちょっとじゃあこれメカルさんから、フェイバリットソングは、どのアーティストさんのどの曲なんですか。はい、歌詞は愛さんで、はい、ハピネスという曲です。ハピネス、ハピネス、これですね、あの、愛さん、はい、もちろんご存じない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとご紹介しますと、はい、まあ、歌手とか、ソングライターでアメリカ生まれの鹿児島育ちの方ですね、10代までは、まあ、アメリカで過ごしてもゴスペル、はい、ソウルフルな歌い方をするような歌手ですね。でその中でハピネスをいろいろちょっと歌詞を今回また見てみるとですね、はいはいはい、このメカルさんの今までのいろいろ情報と照らし合わせるとですね、まあ刺さるなーって思っていました、私勝手に。もう歌詞の中で余裕がなくて優しくなれない、そんな時でもちゃんと分かってくれる人がいる、嫌なニュースだけじゃない、本当は溢れているたくさんの笑顔があるんだよ、こっち向いてごらん、君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる、君が笑えば全てが良くなる、この手でこの手でつながるというところですね。そういったところがですね、ちょうど昨日、はい、仲間作りだとかその人間とかですね、本当にメカルさんの人間力というところと、あとはそれをできるだけ子どもたちも人として成長してほしいという思いがですね、この曲の歌詞の中にあるなというふうに私は勝手に思ってたんですが、このメカルさんにとってこのハピネスという曲はどういう曲なんですか。僕にとってはそんなにこう歌詞を全部こういう、まあ、文字にして見たりっていうのはなかったんですけども、聞いた時にも本当にスッと頭の中に入ってきて、なんかこう心が踊り出すというか元気になる曲で、コカ・コーラの CM で以前流れてたんですけども、なんかこの曲いいな、元気が出るな、でちょっとふと
しっかり歌詞なんかを聞いてみるとなんかこう語りかけてるような、うん、そういった感じで、うん、すごくそれ好きですね、大好きな曲です。じゃもう単純に曲として聞いて刺さったって感じなんですね。そうですね、はい。あ、もうでもいいですよ、確かにいい曲ですよね、はい。まあ、そんな慎吾さんが見据える未来っていうところですね、まず名護市がスポーツの街宣言、絶対ここに持っていくっていうところと、あとは、まあ、これまでおっしゃっていた12年間の一貫指導で日本一、ですね、それを取りに行くんだ、あとは現在指導している子どもたちが成長して家庭を持ち、親として社会人として名護市に携わる、デイゴに携わる、名護で育った子が名護以外でも活躍できる、名護に戻ってきても活躍できる、そういう場を作っていきたいということですね。あと、いい人材が育つイコールいい環境がある、そういった町は魅力的だと思う、だから名護をそうしていきたいということだと思います。で、名護市が国内海外からも注目され、自然だけではなく教育ビジネス的にも魅力的だと思われる場所になるって言ってるのでなると思います。ありがとうございます。そんな中でですね、まあ、今回お聞きしたいのが、はい、まあ、12年間一貫指導というところで日本一を達成するために今後どのように活動していこうというお考えでしょうか。はい、まずこの12年間の一貫指導というのはですね、うん、私はあの日本の義務教育が素晴らしいなと思っていて、はい、まあ、例えるならば足し算ができて、足し算ができるから引き算、引き算ができるから掛け算、はい、割り算という、うん、ちゃんと一歩ずつ段階を踏んで、レベルアップしていってるんですけども、うん、私もそういう風にラグビーを考えていて、うん、名護高校で日本一取るために、じゃあ中学校の逆算して中学校の時にはどういうことが必要なのか、うん、高学年ではどうなのか、はい、中学年ではどうなのかっていうのをしっかりと逆算することによって、うん、同じブレないもの一本の支援ができて、それが12年間の一貫指導につながるという風になるんですけども、うん、今後の活動についてはこう12年間一貫指導するからこそ、デイゴ以外、我々以外の活動、私たち同じコーチだけではなくて、いろんなまあサッカーだったり野球だったり、いろんな他のスポーツであったりスポーツ以外の方々と会ったり、そういった方の話を聞いたりすることで、いろんな方の話を聞いていろんな体験ができる、そういう体験がこの子どもたちにとっては、ものすごく人間的な幅を広げることになると思うので、うん、僕らだけの言うことを、聞いてほしいわけではなくて、うん、12年間一貫するからこそ逆に全然違う、畑違いの、方々の話を聞いて、そういった体験から自分のものにするっていうふうにしたいので、うん、本当にいろんな活動、スポーツ以外のいろいろな活動をやっていきたいですね。そうですよね。あの、例えば、まあ、プロ選手になったとしても、まあ、怪我で断念して、はい、じゃあ次のセカンドステージ考えなきゃいけないとかっていう時に、やっぱりそういった広い視点っていうのをこの学生時代から養っておくことで、はい、全然またそこの人生をまたシフトチェンジすることが可能になるでしょうし、はい、変化に強い人間になりますよね、はい。でそこでですね、また冒頭お聞きしたこのスポーツを進化させ、はい、スポーツで地域を活性化させ、スポーツが生活の一部となるという思いの先に名護市を、まあ、スポーツの街に押し上げるという、まあ、気概を私は感じたんですが、はい、この名護の市民の方々と共に歩んでいく必要がそもそもあると思うんですよね、はい。そこで具体的にどのようにその名護市の方々とですね共に、まあ、歩んでいこうというお考えなのかなというのをちょっとお聞きしたいなと思います。具体的にこれっていうものは、うん、なんですかね、今現時点ではなかなか、ないんですけども、うん、やっぱりこのスポーツが生活の一部となる、その前にスポーツで地域を見て活性化させるという意味では、うん、私たちはスポーツをやってるんですけども、うん、名護市民の方々にはそれ以外の活動もやってる方もたくさんいらっしゃるので、うん、さっき言ったようにそういった方々の活動に一緒に参加したり、うん、もしくはデイゴの活動にそういった方々を呼んで、お互い名護市民としてこういう活動をしている団体があるよ、こういう活動している団体があるよっていうのをつなげて、それを知ることによって、じゃあ知ったらじゃあお互いで何かこれができそうだねっていうようなパートナーシップを組んだりとかっていう、そういった形でお互いにとってメリットのあること、お互い一緒にやることによって相乗効果があるっていうものを生み出していきたい、一緒に考えていきたいなというふうに思ってます。いわゆるこの持ち場ってやつですよね、はい、その中でどううまくマッチングしていって、はい、さらに可能性を広げるかというところですかね、はい。まあ、多分本当にその先にこの名護市
かスポーツの街って言われる部分であるとかですね、あのこの12年間一貫指導で日本一っていうところがどんどん見えてくるのかなと、まあ、そんなところをいろいろお話聞かせていただいたんですが、はい、まあ、今回ラジオを出演してみてですね、目からさんどうでした、この4日間通じて。そうですね、特に初日はあのどういった形で進めるのかっていう不安もあったので、かなり緊張したんですけども、はいはい、お二方の、おかげで少しずつ慣れてきて、何かこうラジオって私は車を運転するときに普段聞いてるんですけど、はいはい、こういう形で収録してるんだなとか、はい、こうラジオする中でも何ですかね、こう語っていただいてる方たちのこの顔が見えたりだったり人間性が見えたりするとすごい面白いなっていうのを感じて、またテレビとか画面で見るものにはない魅力があるんだなっていうのを感じました。ありがたいですね。この本当にこれ聞いたリスナーの方ですね、ぜひ入らなくてもただ見に行って応援ちょっと声かけてあげるとかですね、この街の中で、それだけでも全然活動の中でこのモチベーションになると思うので、ぜひぜひですね応援していただけたらなと思います。デイゴラグビースクールですね、よろしくお願いします。はい、ということで、それでは総括をお願いいたします。今週の総括、ナイスチャレンジ。はい、ということで、そんなメカルシンゴさんが代表されている株式会社デイゴの連絡先です、ホームページがございますので、デイゴラグビースクールで検索をお願いいたします。連絡先ですね、0906777-3032でございます。あとメールアドレスもございます。 deigo.rugbyshool deigo.rugbyschool@gmail.com でございます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。 LSN プロジェクトはいっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田ペールワン、ミッチーの協賛でお送りいたしました。どうも皆さん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は070-3803-7889 070-3803-7889、待ってます。 LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。